拷問、拷問、拷問,拷問とは、被害者の自由を奪った上で、肉体的、精神的に痛めつけることにより、加害者の要求に従うように強要すること。特に被害者の持つ情報を自白させる目的で行われることが多い。拷問によって得られた情報は重要であると考えられ、用の東西を問わず古来から広く行われた。 拷問は尋問と組み合わせて用いられることが多く、対象者から情報を引き出すために、肉体的、精神的な苦痛によって追い詰めていき、自白させる。多くはいくつかの原則に則っ,って行われるものであり、自白と引き換えに、すぐに苦痛を和らげることで、対象者に機会を与え、自白への誘惑をより一層強める。国際連合の拷問等禁止条約拷問及びたの残虐な。 非人道的なまたは非人を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約において世界的に禁止されている。現在の日本においては日本国憲法上公務員による拷問は絶対にこれを禁じかつ拷問によって得られた自白は証拠として使えないと定められている。日本国憲法が唯一絶対にと名文で禁じている行為である。 日本国憲法第36条、第38条、第2項、刑事訴訟法第319条第1項。混同しないように注意しなければならないのは、法律用語としての拷問は、あくまでも刑事訴訟法に基づく取調べであって、刑法に基づく刑事罰ではないことである。そのため、ギロチンなどの死刑や刑事罰としての無知打ちなどは、拷問ではない。 現代でも法定刑罰として、鞭打ちなどを行っている国家はあるが、これは刑罰であって、拷問ではない点に注意が必要である。ただし罰そのものであったり、長期間の大きい苦痛の末の殺人であったりしても、国家ではなく犯罪者によるなど、文脈によっては拷問と呼ばれることもある。文化人類学の文脈における儀式性の高い殺害も、拷問と呼ばれる。 また、拷問は相手に何らかの要求を聞く、要強要するためにも行われてきた。代表的なものとしては、相手の信仰を回収させるために行う場合がある。日本でも、キリシタン弾圧に際して行われてきた歴史がある。共産主義国では、反革命思想を強制するために拷問が用いられたことも多い。戦争においては、相手が持つ情報を聞き出すために行われてきた。 現代の先進国では、容疑者、拷問者双方の精神状態を変容させて、妄想を増幅する傾向があり、また実際に無実であっても、拷問者に迎合する都合のいい自白が得られてしまうため、拷問による自白は信頼が置けないとされる。現在では、国際的に絶対の禁忌として厳しく、禁止されているが、完全禁止が、 法制度化されたのは19世紀になってからであり、古代ギリシャローマ時代においては、主人が奴隷に対し拷問を行うことが許可されていたなど、合法的に行われていた。法制度が整っていなかった古代には取り調べを行う役人の気分次第で行われていたが、中世になって法制度が整い始めると、現代でいうところの刑事訴訟法の一部として、拷問に関する法律ができた。 ヨーロッパで法廷拷問が制定されたのは、ザクセンシュピーゲルラント法が最初だとする説がある。この時の法廷拷問は、長さにダウメネスの一本の生の菓子の枝を持って32回、打つと規定されていた。魔女狩りでは魔女に対して悪魔との契約について、自白を迫るための拷問が行われた、後世の創作もある。なお、針を刺して、痛みを感じなかったら魔女とか、 水に沈めて浮かんできたら魔女等の神明裁判が拷問と混同されるが自白を強要しない点で異なる。1532年にドイツ発の統一的な刑事法であるカロリナ法が制定されると法廷拷問として晒し代が規定された。法廷拷問を行うことができる容疑者とは、暴殺、古殺、英治殺し、毒殺、横領、放火、反逆、 説盗、魔術の旧罪と規定され、しかも、どのような場合に拷問が行える旧罪の容疑に該当するのか条文に細かく定められて違反した裁判官と役人には、拷問を受けた人がこうむった、恥辱、苦痛、経費及び損害に対する保障をする責任があることを明記するなど容疑者への配慮や、 公務員の責任など近代法としての定裁が表面的には規定されていた。しかし、実際の現場においては3回の拷問に耐えられた場合には釈放されるルールのところ、被告ギリーのように実際は12回の拷問が行われていたケースや、バンベルクの裁判長所に被告アンゲリカデュースラインに対し午前11時から午後3時まで、ボック、木馬に4時間乗せられていた記録があるなど、 規定が、保護にされれるケースも多々見受けられた。こうした規定を逸脱した拷問が取り行われた理由として賄賂の多くが挙げられる。当時容疑者による賄賂を受け原形を図るなどの問題があったため、容疑者の自白が引き出せない場合に拷問官の収賄が疑わる場合があった。こうした被害を避けるための防衛策として、 自白を引き出すための規定以上の過酷な拷問や禁止されている拷問を行いながらの調書の作成などが行われるようになっていった。あるいは拷問間のストレスを和らげる目的で拷問の際に飲むことが許されていたワインが冷静な判断を欠かせる要因になったことも否定できない。当時の皇帝カある五世は拷問について以下のように語ったと伝えられており、当時は 刑事事件の解決手段として、拷問を行うことは正当であるとの認識があったと考えられる。拷問、及び、真実の確定に役立つすべての調査あるによりて、原告人によりて、おさむろせられる者どもに監視明瞭に後に、記述せられ規定せられるごとくに、行為者の自白に基づく有責判決もまた、許されるべしそもそも、刑事訴訟法において拷問が必要とされた。 背景には古代の裁判は証拠や自白によらない神明裁判という不合理なものによって判決を下していた。そのため容疑者の自白を得る必要そのものがなかったため自白を強要する拷問という制度も必要とされなかった。しかし中世になって理論的な法体系に基づく自白と証拠による判決という近代的な法が制度化されると 自白を得ることが重要になり、自白を得るための取り調べの手段として拷問が使われるようになった。拷問が司法手続きの一部として法整備が行われると、拷問官と呼ばれる拷問を専門に行う公務員も誕生した。拷問官はその職業上人体整理、心理学の知識を持つため、医学的な相談を非公式に受けることもあった。 処刑人と拷問官は全く別の職業であり、処刑人が拷問を行うことはなかった。近代になると拷問によって得られた自白の証拠能力が疑問視されるようになってきた。1757年に、ルイ15世暗殺未遂の罪によって、ロベール・フランソワ・ダミアンが、死刑執行前に拷問にかけられて、共犯者の名前を自白させられたが、実際には単独犯であり、 共犯者など存在しなかったにもかかわらず、拷問にかけられたダミアンは苦し紛れに適当な名前を自白した。この虚偽の自白に対して、フランスの高等法院は逮捕状を発給して、自白した名前の人物を逮捕して、国王暗殺未遂の重罪人として厳しく取り調べをした。ダミアンは、拷問が終わった後に処刑されているため、再度問い直すこともできず、 無実の人間が拷問にかけられることになった。この事件が問題視され、フランスでは1788年に拷問が全面禁止となった。これは拷問を行う人間が望むことを自白するように、強要する結果になってしまい、真実が明らかにならず、かえって裁判の証拠を阻害するようになって、本当の犯人を逃がしてしまい、 無実の人間が拷問にかけられるようになったためである。この点に関しては、現代の取り調べにおいても、根本的に解決はしていない。また、兵団や給与がない近代以前の戦争では略奪、強姦奴隷獲得は、核兵の重要な目的であり、適正地域の人々が隠した、食料、宝物、家畜、女子などのありかを拷問で聞き出すことは、 現代の紛争に至るまで普遍的に行われている。30年戦争を題材とした絵などが多く見られる。罪人に苦痛を与えて強制的に白状させる拷問は日本でも古代から存在していたと推測されるが公式に制度化されたのは奈良時代大法律令が制定されてからである。律令で定められた拷問は罪の容疑が濃厚で自白しない罪人を 行部省の役人の立ち会いのもと、杖、拷問に用いる場合は、人杖、尋常をといった。長さは三尺五寸イコール約1メートルで、先端が四分イコール約1.2センチメートル、末端が三分イコール約0.9ミリメートルと定められていたで、背中十五回、尻部十五回を打つもので、自白できない場合は次の拷問まで初会場の間隔を置き、 合計200回以下とする条件で行っていた。皇族や役人などの特権者、16歳未満70歳以上の人、出産間近の女性に対しては、原則的には拷問は行われなかった。ただし、謀反などの告示に関する犯罪に加担していた場合は、地位などに関係なく行われ、その上、合計回数の制限もなかったと考えられる。 このため拷問中に絶命する罪人も少なくなかった。奈良時代の著名な政変の一つである立花奈良丸の乱で無本を企てた同窓王、木文王、大友熊野、小野あず人らが杖で長時間撃たれた末、絶命したのは有名だが、他にも上和の変や大天文の変、伊予新王の変などでも容疑者を杖で撃ち続ける拷問が行われたとされている。 やがて検討し中止や演技の地の頃になると、杖で打つ拷問は、廃れていったと考えられる。鎌倉幕府法では、杖で打つ拷問が定められている。戦国時代から、江戸時代後期までは駿河問い、水攻め、木馬攻め、塩攻めなどの様々な拷問が行われたが、1742年の、くじ方お定め書きにより拷問の制度化が行われ、鞭打ち、石抱き、 エビゼめ、釣りゼメの四つが拷問として定められた。その中でも仕事だ。石抱き、エビゼメは、楼門、釣りゼメは、競技の拷問というように区別して呼ばれ、釣りゼメは、重い罪状に限って適用された。楼門は、牢屋敷内の選索書に置いて痛めつける、拷問で、まず後ろ手に縛って肩を打つ、仕事だが行われ、これで自白しない場合には、裸で正座させて、 重い石を置いていく石炊きが行われる。これでも自白しない場合には、縄で首と両足首を締め寄せて、体をエビのように曲げるエビ攻めが行われる。これら、牢門三つを経ても自白しない場合は、競技の拷問たる釣り攻めが行われる。これは、牢屋敷内の拷問像において行われ、両手を後ろに縛り、体を宙に釣り上げるものである。下だと、石炊きは、 かなり頻繁に行われていたが、エビ攻めや釣り攻めまで行くのは稀だったという。釣り攻めまで行って自白を引き出すことはできなかった場合には、幕府の意向に関わるためだったと言われ、その前の仕事だと石垣の段階までで自白を引き出すことができるかが役人の手腕とされていたという。同じく、江戸時代島原の乱の原因となった。 松倉勝家が領する島原藩におけるキリシタンに、対して行われたとされる拷問は、身ので巻いた信者に火をつけもがき苦しませた身の踊りを、はじめ、硫黄を混ぜた熱湯を信者に少量を注ぐ、信者を水浪に入れて、数日間放置、看満のある干潟の中に建てた十字架に、被害者を逆張り付け、逆さ貼り付けにするなど、様々だった。これは、キリスト教の気教を迫るもので、 キリシタンが拷問中に転校する旨を表明した場合、そこで拷問から解放された。拷問の結果帰郷したキリシタンが数多く存在しているが、逆に帰郷しない場合は死ぬまで拷問が続けられた。江戸時代が終わっても、明治初期には拷問制度が残地され、1870年、明治3年の新立考領についによる拷問が規定され、1873年、 明治6年の改定律令は、断罪には、自白が必要と定められた。しかし1876年、明治9年の大上官布告では、それが修正されて、断罪は証拠によることと定められた。そして1879年、明治12年の大上官布告によって、日本史上初めて拷問制度は公式に廃止された。さらに刑法によって、 警察官による拷問は、職権乱用罪の一類刑として、処罰対象になった刑法195条。しかし警察署内の現場では、取調べ警察官や特別高等警察による拷問事件が断続的に発生した。有名な拷問被害者として、作家の小林拓次がいる。第二次世界大戦中の1四十二年に起きた横浜事件では、 雑誌編集者らに対し拷問を与え3名が告示した。ちなみに、こちらの事件で拷問を行った警察官は有罪となった。また、1944年に発生した首なし事件では、警察官が拷問で裁判業者の男性を死亡させたが、正木博が告発を行い、戦後になって拷問を行った巡査部長に有罪判決が下っている。 日本敗戦後の GHQ 統治下でも警察が拷問による自白を多数強要していたがサンフランシスコ公和条約後の1952年昭和27年にそれまで行われた逮捕者をもう一度調べ拷問による自白のものについては再審判が行われた現在の日本においては逮捕後の拷問による自白は証拠採用されず日本国憲法の 第36条や第38条、第2項においても、拷問の絶対禁止が明文化されており、拷問を行った公務員は逮捕される。警察官、検察官、刑務官などが拷問を行った場合、特別公務員暴行療虐罪が適用される。しかし、それにもかかわらず、日本の警察は現在も、なお非公式の場で拷問を行っている疑いがあると、 アムネスティ・インターナショナルなど人権擁護団体から指摘され、島田事件など冤罪事件の背景にも、静岡県警察による拷問同然の過酷な自白強要の取り調べがあると指摘されている大用監獄も参照のこと。21世紀の日本においても、渋士事件では、踏み絵ならぬ踏み地などの事実上の拷問による事件そのものの鉄像が表面化し、 事件の捜査に従事した鹿児島県警察の警察官が特別公務員暴行量虐罪に問われ有罪が確定している。その他にも足利事件においては自白の強要を目的に被疑者を突き飛ばす、体を蹴る、頭髪を引っ張る、体をつかみ揺さぶる、長時間の聴取など拷問まがいの暴力行為を1日あたり十数時間、数日間にかけて 取り調べ室で行った。リクルート事件や障害者、団体向け割引郵便制度悪用事件をはじめ、検察庁特別捜査部の事件では、被疑者を壁の前に長時間立たせて、自白を迫ったり、和網を実況したなどと言って、被疑者を精神的に追い込むなど、事実上の拷問が、現在も代用監獄を用いた長期間交流という、 取締室の密室において日常的になされていることが明らかになっている。国際法上は拷問等禁止条約、拷問及び他の残虐な非人道的なまたは非を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約により次のように定義される。現代でも拷問の実行が噂される事例もある。例えばアメリカ軍がベトナム戦争時に行った ベトナム人への拷問や虐待が暴露され、国内外から批判が起こり、アメリカ軍がベトナムから撤退する要因の一つとも、なった。また、2008年に、アメリカで、ウォーターボーディングが拷問に当たるかどうか議論となり、水攻め尋問禁止法案が出されるなど議論を、呼んでいる。現代においても、尋問で簡単に自白が得られる保証はなく、法律違反ギリギリの尋問。 睡眠の妨害などが行われることがある。またアフガニスタン侵攻やイラク戦争における中東系の人々への拷問も暴露され、内外から批判され、イラク国内では反米テロリストを増やす要因ともなった。キューバにある米軍のクアンタナも米軍基地では、アメリカの法律もキューバの法律も適用されず、テロリストとみなされた人が人権無視で拷問を受けているとされ、 ヌれギヌを着せられて収監されたパキスタイ系イギリス人の青年3人の体験を元に映画グアンタナも僕たちが見た真実が制作された。また先進国においても数こそ少ないながら報告されている。また、米テレビドラマ 24-24- 24のジャック・バウアーに影響された米軍兵士が駐留するイラクで実際にイラク人に拷問を行っていたことが CNN などの報道で明らかになった。このため米軍は 24-24- 24のジョンカサー監督に作中の拷問シーンの自粛及び啓蒙活動を要請している。要請を受けたジョンカサー監督は啓蒙ビデオを作成し米軍に提供したと雑誌のインタビューで答えている。ドラマ7作目では拷問を行った主人公が社会的制裁を受ける場面から始まる。 拷問は体に、後遺症や傷跡の残るのも辞さないものと、それらを残さないように行うものに分かれる。時代ごとに最高水準の科学技術、生理学及び心理学の知識を悪用し、また儀式や性的な側面も多分にある。拷問の方法や道具には、鉄の処女など実在に疑問の余地がある、拷問方法も数多い。 後世の作家などがノンフィクションであるかのように架空の拷問を著作物に登場させ、さらに架空の拷問道具を実際に作成して販売する業者まで現れた。また、拷問が全面禁止された後でも貴族など裕福層で使いもしない拷問道具をコレクションすることが流行した。これに業者が便乗して独創的で見た目に面白い拷問道具を独自に作成して、 中世時代にまるで実際に使われていたかのような触れ込みで販売したため、鉄の諸女などに代表されるような実用不明な拷問道具が現代に大量に残ることになった。このため、拷問として伝承されているものの中には、実在しなかった空想上の拷問も数多い。ヨーロッパ諸国の刑法の中では、カロリーナ法は、 文言の恣意的解釈による拷問官の独自の拷問が行われる余地があった。それを受け、バイエル運法では規定を具体化し、恣意性を排除し、一定の拷問が行われるよう対策が講じられた。1768年、マリア・テレジアによって交付されたテレジア法では、さらにそれを推し進め、イラストによる図解が復帰され、拷問官や裁判官によって、 恣意的な解釈がなされないよう拷問をマニュアル化したことに特徴がある。その中での代表的拷問手法を一家に記述する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。